皆さん、こんにちは。今回は、国際的な女優として活躍しているイメージが強い結城苗さんの現在と結婚や夫についてご紹介します。まずは簡単に結城苗さんのプロフィールからご紹介します。本名田沢苗、生年月日1970年5月12日、身長159センチメートル、出身地神奈川県、最終学歴県立津岡高校、現横浜朝日寮高校、所属事務所テックスエージェンシー、映画硫黄島からの手紙でハリウッドデビューした彼女は現在どのような活動をしているのでしょうか。今や日本だけにとどまらず国際的に女優としての活躍の幅を広げている結城苗さん。日本においての代表作は連続ドラマポケベルが鳴らなくてではないでしょうか。しかしこのドラマの役柄のせいで世間から大バッシングを受け、嫌いな女性タレント1位に選ばれてしまいます。この誹謗中傷が原因で徐々に女優としての仕事が減り、テレビから姿を消していきました。そして2017年放送の連続ドラマファイナルカットにて23年ぶりにドラマ復活し、大きな話題となっていました。この23年の日本での空白期間に結城苗さんは海外で女優としてのチャンスをつかもうとチャレンジしていました。ドラマのインタビューで結城苗さんはこう語っていました。海外でチャンスが欲しいっていう人にインターネットを使って何か情報発信をしたい。ハリウッドだけでなくアジアの情報もあるので教えてあげたいとのこと。日本のテレビ業界から離れ23年間かけて掴んだ人脈などもあるでしょうから、海外で活躍するノウハウを若い世代に共有してあげたいのではないのかなと考えられます。結城苗さんは2017年からツイッターをやっており、そこには風景の写真や手料理、結城さん本人が登場したりと元気な姿を見せてくれています。2006年ハリウッド映画硫黄島からの手紙に出演し、これが自身初となるハリウッドデビューとなった結城苗さん。映画の監督は巨匠クリント・イーストウッド監督がメガホンを取っており、当時日本でも話題になりました。硫黄島からの手紙は第二次世界大戦における硫黄島の戦いを日本側から描いた作品です。逆にアメリカ側から描いた作品は父親たちの星条旗であり、イーストウッド監督が日米双方の視点から描く作品として2作品とも注目されていました。結城さんはこの作品で苗名義で出演、以降ハリウッドでの出演の際には苗として活動されているみたいです。硫黄島からの手紙ではハリウッド映画でありながら全編日本語で構成されていたため、イーストウッド監督自身日本映画だと語っておられます。しかし結城苗さんにとってはこの作品がその後の国際女優として活動の足がかりとなったのではないでしょうか。その後結城苗さんは2017年に鬼才で知られるデイビッド・リンチ監督に直接オファーをされ、世界的ドラマツインピークスに出演しました。この頃結城苗さんはロサンゼルスに移住し、女優として活動拠点をアメリカに移していたそうです。しかし当時は英語力もなく、買い物するくらいの英語しかできなかったようです。それでも英語の勉強をしながらエキストラ役のオーディションを受け続け、デイビッド・リンチ監督がプライベートで撮っている作品に出会います。その作品の中で直接リンチ監督と対面する機会があり、この時にリンチ監督からもう少し働けるかと次回以降の出演を打診を受けたようです。そして1年後に1本の電話があり、それがデイビッド・リンチ監督からツインピークスへの出演オファーだったそうです。結城苗さんはこのオファーを2つ返事で快諾しました。しかし結城苗さんが演じる役には英語の長台詞があり、英語の勉強をしていましたが流暢に話すことができない結城苗さんはこのことをリンチ監督に相談をします。するとリンチ監督は拙い英語でいい、一生懸命喋ってくれれば伝わるからと言ってくれたそうです。英語力より役としての表現力を重視してくれているリンチ監督の思いが伝わるような言葉ですね。単身アメリカに渡米し、ゼロからの環境で
必死に女優としての活躍を模索していた結城苗さんにとっては、この出来事は人生で最も嬉しい瞬間だったのではなかったのでしょうか。このように全力で女優として生きる道を模索していた結城苗さんですが、実は1999年に一般人男性と結婚されていることが分かりました。男性の職業はヘアメイクアーティストだそうで、当時結城苗さんのヘアメイクを担当しており、そこから恋愛に発展したのではないかと考えられます。しかし結城苗さんは10年の2009年に離婚されています。詳細については結城苗さん自身離婚理由を公言していないため、わからないままです。10年間過ごすうちにお互いの価値観にズレが生じたのか、また硫黄島からの手紙に出演したことで結城苗さん自身の女優としての意識が変わったからかもしれません。そして子供はいないのかという疑問についてですが、結城苗さんが2015年に出演したバラエティ番組行列ができる法律相談所で、子供はいないと話されていました。子供ができていないということなので、きっと結婚していた時期もご自身の女優としての活動やチャレンジに重きを置いていたのではないかと考えられます。離婚された原因が子供を欲しがった元夫と結城さんの考えの相違であった可能性も否定できません。さらに同番組で結城苗さんは離婚後はいい恋愛をしていないと語っています。この先素敵な人と出会って、その報告を結城苗さんから聞ける日が来るのを期待したいですね。結城苗さんはアメリカだけではなくスイスにも移住していたそうです。女優をしていた時に現場と家の往来だけの狭い世界、価値観に苦しんだと告白しており、トランクケース5つ持ち1箇所に定住しない生き方をされているみたいです。スイスに移住していたのもそういった理由らしく、このままスイスに定住するわけではなく、今度はエジプトやモロッコにも行ってみたいと、まさに気の右のままの生活を楽しんでらっしゃるようです。また趣味がカメラだそうで、これまでにも欧州各国を中心にメキシコなどにもカメラ片手に足を運んでいるそうです。結城苗さんは常に新しいものを求めて行動しているみたいです。ロサンゼルスに女優として拠点を移したり、スイスに移住してみたりと、結城苗さんは誰にも縛られない自由な生活を謳歌していると言えそうですね。今回は結城苗さんの現在や結婚、子供についてご紹介しました。今後国内国外問わず結城苗さんが活躍する姿をたくさん見られることを期待したいですね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。